遅いぞ、弓だ。対馬と同じもの操れるだろうか。Someone who's pushed there. Бидний хотоо цаг нь хар шинэ. إنها ثروات بسة. نقص من أجل نرسم تبان. سمن هرو تكشتي. Son bir şey sayın Belgut'e. 3-5 pençe. Сомон хөрөлцөхгүй штэ. Нэг усур той. Өнөөгч хардаа. Эцэний явчихэ. 影。葉の音に草はむ友を見やるれば、猫はゆるりと横たわるかな。天蔵、崖だよ。大事な話をしてる。船が燃えておる。肉さか？調べてみれば。船の残片。日和の傷。この火薬だ。火事だ。吹き飛んだか。生き残り。ミオレ、もう時がない。誰の仕業だ？猛虎か？いや、他の海賊だ。裏切られた。山猫の一味が猛虎と結びやがった。兵具を手に入れ、ヒアリまで。その海賊はどこにおる？次に聞け。あいつなら知ってる。南の集落の赤い傘、伝えてくれ。奴らが来る。ヒアリの音だ。逃げろ。山猫の一味、生き残りを殺す気だ。おい、よけろ。ああ。南の集落で杉を探そう。海賊が寝返るとはな。あの声が離れない。誰か助けて。血がつきまとうぞ。逃れることはできない。どこへ行こうともその魂は囚われたままだ。心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。いつまで続く。あの集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。煙が。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が遺志を継げ。舌を噛み切ってやる。自慢のことなったでしょうか。何が起きた。おびただしい火の矢が船から飛んできやがった。その船は猛虎に寝返った海賊のものだ。ある女が奴らを止められる。名は杉。赤い傘が印だ。知らないな。あんた何してる？ああ、女を探しておる。赤い傘の杉だ。隣に夫婦が住んでた。男は三平、女は知らん。助かった。まだぬくい。人が住んでおった。私に用があるって何？害するつもりはない。ジンと申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。嫌だ、やめて。何も知りません。遅かったか。兄をまとめて、私が戻るまでに。あんたは来な、待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。次、山猫様がお呼びだ。セイベイ、使いがうまくなったじゃないか。ふん、俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。弓だ。強いな。ついといで。山猫の一味は慎重で兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる？一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。ふん、では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう。ブーンを。あんたも。次と落ち合うはずだが、どこにおる？撃ってこい！山猫の一味、倒しておかねば。逃がしてやる。ありがとうございました。見惚れちまったよ。あんた侍ではないの？実は何者なんだい？お主と同じ人に追われる身だ。入り江を探ったあいつら、人とヒアリを引き換えてる。人売りということか。これ以上許すわけにはいかん。ああ、二手に分かれよう。浜の小勢を始末しろ。俺は船を。私よりうまく船に忍び込めるわけないだろ。だが山猫は手強いのであろう。私が殺さなきゃ。あいつは弟なんだ。身内を殺すこと、身を切るばかりの辛さだぞ。ああ。では海辺にある奴らの野営へ向かう。しかし相手は多勢だな。あいつらのヒアリを奪ってあんたに加勢する。よし、猛虎は海賊に裏切られたと思い、いずれ切り合う。合図で居所を知らせる。焚き火に細工をして火を大きくしよう。死ぬな杉。あんたも。近くに高台がある。万平がいるけど。万平は俺が切る。その後北の海辺で待つ。杉が船に忍び込むまで待つか。調べてみよう。焚き火を用いて合図を送ればヒアリを放てよ。海賊と猛虎兵、厄介だな。この結託も今日までだ。次に知らせよう。ここまでだ。だが油断するなよ。逃げ切ったようだな。は二度と現れんだろう。北の海辺で過ぎと落ち合うか。次の船がない。まさかまだ船に。使い方は。さらば杉、心安らかに眠ってくれ。三平のところに戻り、司祭を伝えねば。どの曲にすれば心安らぐ。質素な調べでなくとも良いと学んだが、母上は床に伏せる前、よく一人で鹿を見ていた。構ってもらおうと寄りかかると、父上からお叱りを受けた。母上は俺の頬に触れてこう言った。安らぎは忍び寄ってくるものではない。その真意は何であったのか。玄三は崖だよ。大事な話をしてる。嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた。気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め。船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。帰り地で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたいなあ。お侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。共に戦場に立った父上の死。すまねえ。お主が知る由もないことだ。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。猛虎に生流の挨拶をしてやろう。かかれ、あっちを抜け。どうぞ。ちっぱり。遠兵だ。急げ、気づかれてしまうぞ。まずい。霧が晴れたら俺たちだと悟られる。大筒だ。隠れろ。どこかに身を隠せ。下がれ。ならん。俺が兵器を破壊してこよう。こっぱにされるだけだぞ。行ってこい。侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。頭を上げるな。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろう。なんであったかのう。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが衆生のためだ。黙れ。手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。随分と遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが、切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。次は息を取り戻す。そしていつかこの因果を断つ。よくやったな。不可も喜ぶことだろう。いや、俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ？知りたいか、堺仁。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた？拷問した蒙古兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑かそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が昔な、腹のこと死んじまって、ふかと一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから深に会ってくる。後でよれ、きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。ぬかるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。